おはようございます。目が開けません。8月4日朝4時45分まだまだ暗いですね今日は、はい、今日も楽しくいきましょう。昨日の夜なんですがサッカー見てまして、なんかもう最近は日本のあんまり攻撃しないサッカーしか見てなかったんでちょっとうんざりしてたんですが、昨日のはある程度ボール持てば前行ってよかったんじゃないかなと思いますが、今日が早かったんで残念ながら延長戦の前半終わったところでタイムアウトとなり寝ちゃいました。結果はどうなっただか分かんないんですが、さっきラジオチラッと聞こえちゃったのでは、最後はメダリストになりたいですみたいな声が聞こえたんで、多分それが昨日のサッカーの試合の後のインタビューだとしたら負けちゃったんだなと思います。今日もすごいお天気です。早く帰ってきたんでちょっとララポートまで行ってみようと思います。相変わらず海賊船は高温のため使用中止っぽいですね。あ、ふなしランド行ってみよう。やはり高温のため閉鎖されてます。遊びたかったな。嘘です。じゃじゃらーん、今日のふなしランド。お、ハッピーバッグが残り少なくなってるよ。スニーカーは売れたんだね。なんかこの後ろ姿がいいな。ピ、神経性バスでやった時だね。同じ形成グループだけどうちには何にも来ませんでした。今日はペアンヌちゃんを見てみましょう。マスク、アメちゃん、じゃあブシャーなんだ。ペアンヌちゃんフェイスタオル、キャンディーキーホルダー、以上です。フランスの旗、バラがついてるっぽいね。はい、ではまた来ましょう。ずいぶんスタバ並んでたんですけれども、随分並んでたんですけれども、5から10分か、うちは3分から5分。ああ、じゃあ2階の方行ってもらってこようかな。パイナップルだと桃があったんですけど、フラペチーノ店頭中、あ、これか、パイナップルフラペチーノとピーチフラペチーノ、これがなんか美味しそうだったんでね、パイナップルにしようかな。通るしかないのか。これ注文しようか。よいしょ。3から5分ということで OK。 なんか和子さんから LINE 来てたよね。はい、船橋に向かいますってことですので、はい、直接ミミちゃんとこ行ったみたいです。僕はじゃあこれでパイナップルのフラペチーノ飲んでお家帰ろうと思います。まだ連絡来ないので3から5分後に
まあ、ここから歩いていけばちょうどいいぐらいかな。じゃあ行ってみたいと思います。よし、今こっちは南館か、南館のスタバの方来たんですけれども、いや向こうとじゃ比べ物にならないぐらい人並んでましたね。本当に3分から5分でできるんだろうか。ただ今のところ携帯に連絡は来ません。はい、行ったらちょうどいいタイミングでクリーム、最後のクリーム入れるところでございました。ではいただきます。さっぱりして美味しいです。思ったほど酸味はなかったかななんて感じですが、パイナップルの果肉がゴツゴツ入ってきてめちゃ美味しいです。体温が下がる感じです。ちょっと危険な暑さなんで、実家まで迎えに行って車で迎えに行こうかなと思います。それでは後ほどです。いやこれ美味しいよ。ちょっとエアコンの風の音が入ってるかもしれませんが、涼しいところ見つけました。スタバの横のね、階段を下ってきたところ、いや日陰で結構涼しいです。ちょっと後ろの送風機の音がうるさいけれどもね、ここで飲んで帰ります。今和子さんを実家まで迎えに行ってるところなんですが、すごい混んでますね。なんかね、時間的には5時半ぐらい、どっかまで出てきてもらおうか。今ね、14号を超えるまでにめちゃくちゃ信号何回もあったんだろうな。こっちの大神宮行く方が詰まっちゃってるし、左行く14号東京方面もしっかり詰まっちゃっててね、なかなか信号クリアできませんでした。いたいたいた。でも着替えればいいか。ちょっとお疲れ様でした。はい、決してお寿司ではありません。違うね、平らに持ってるから。もうちょうど青だ。これを切り抜けば手羽先が すごい混んでたよ。ほんとだ、なんでやね。でもここら辺はね、まだ走った方、アラポ、アラポ、アラポなのかな。14号、あそこの、とにかくあそこの橋のとこから出るところがめちゃくちゃ混んでた。帰りはすごいスムーズ。ここね、もうすぐまずくそんなに。こっち空いてるね。14号が混んでた。でもそんなでもないか。あの辺だけだったのかな。